皆さんこんにちは。ピーカーブーウェブアカデミーナビゲーターの伊藤さゆきです。今日の講師は愛にあふれ多彩な恵比寿店の店長大野さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ピーカーブーの大野です。よろしくお願いします。はい、お願いします。大野さん、今日は何を教えていただけるんでしょうか。今日はですね、ロングスタイルの、フォルムメイクについてちょっと話していきたいと思います。はい、はい、ロングスタイルですね。はい、で、はい、ロングスタイルって、僕アシスタントの頃から、いろいろ練習していく中で、ショートスタイルとか、ベーシックなボブスタイルとか、大体のものはこうずっと同じ形を勉強していくんですけど、ロングスタイルに関してはやっぱ時代とともにちょっと変化していく部分があるので、今どういうものを知っておくべきかということをちょっと解説していこうかなと思ってます。楽しみです。よろしくお願いします。はい、まずここに3台、フォルムの違う、ロングスタイルを用意しました。はい、これを見てちょっと違い分かりますか。これを見て、長さは一緒ですけどバランスが違いますね、形が。そうですね、はい。バランスと、あともう一つしっかり見てほしいのは、ウェイトの位置が結構変わってくるっていうのをまず一つ見てほしいですね。はい、そうですね。で、僕が、入社したのが大体20年前で、その頃っていうのは結構ポイントも高くて、襟足のちょっと薄いシャギの入ったこうハイレイヤーのスタイルが多かったですね。で、それのベースとなるカットが一番こっちのビッグになります。こちらですね。はい、はい、で、そこからちょうど僕がスタイリストになるにかけて、スタイルがちょっとずつ重たくなっていった、軽いのがちょっと嫌だなっていうお客さんが増えて、少しずつこういうひし形の、ひし形はもともとあるんですけど、はい、徐々にこういうすごい軽すぎるスタイルからちょっとずつ重さを感じるスタイルに移行していって、最終的に僕本当デビューして少し経ったぐらいにはかなり重たい、こういう一番ウェイトの低くなっている A ラインのような、ロングスタイルがすごく増えてきたんですね。はい、で、最近では、ロングスタイルのこうブローの練習するウィークとかって、はい、ピーカーブーだと前からこう切って、はい、こう丸く 重さを残してこう作っていきますよね。はい、で、僕がこう練習してたところっていうのは、結構こうバックから切ってこうひし形のシルエットのロングスタイルをブローしてしっかりひし形を作るっていうのが、すごく多かったんですけど、はい、今は少しちょっとこう重ためのスタイルを、はい、ブローしてしっかり、それでもちょっとウェイトが低めのひし形をしっかり作るっていうのが、すごく主流になってます。はいはい、で、そこからまたちょっとずつ、今の時代はこうさらにそこからウェイトが変化してシルエットが変わってきてるなっていうすごく最近感じるので、はい、そこをしっかり分かりやすく伝えていけたらなと思ってます。はいはい、で、特にこれからスタイリストになる人とかスタイリストになりたての人がお客様とカウンセリングしてこうスタイルを決めるときにやっぱそのスタイルの変換っていうのをちょっと分かってた方が提案がしやすい。で、今こういうシルエットになっているから、次はこういうシルエットにしていきましょうっていうことを、ロングスタイルでもしっかり話せるっていうのがすごく強みになると思うんですね。で、やっぱりピーカブーだとショートスタイルのイメージが強いんですけど、やっぱり一般的に見ててロングのコンサバなスタイルっていうのがすごく多いし、スタイリストとしてデビューした時にロングスタイルのお客さんをしっかりつけるっていうことがすごく大事な部分だと思うので、そこをしっかり、勉強していけたらなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。で、はい、ここで一つ佐伯さんに、はい、このスタイルがどういう展開図でこう構成されているかっていうのをちょっと分かりますか。こう後ろに展開図ですね。展開図を書いてあるんですけど、はい、じゃあまずこのスタイル見えますか。はい、一番軽いですね。ちょっと軽いですね。スタイルですね。こうウェイトがこうこの辺りに来てますね。はい、ちょっと高い位置に来て下がかなり薄い感じになってます。はい、じゃあこれの展開図はどれになりますかね。この展開図は引っ掛けないじゃない。引っ掛けじゃないかな。引っ掛けないですよね。アウトラインは全部こう同じ長さで切ったので、ここ見てる人も一緒に考えてもらうといいと思うんですけど。それ。はい。はい、それになりますね。はい、よく見てもらうと、一番こうポイントとしてロングスタイルで、はい、こうやって見た時に考えてほしいのは、3つ目並べると分かりやすいんですけど、真ん中の部分ですね、ウェイトがあってその下の部分が、ちょっとこうくびれて薄くなっているか丸くなってきているかっていうところで比較してもらうと一番バックのシルエットって分かりやすいですね、展開とか。で、この展開図を見たときに、一番考えてほしいのが、はい、このアウトラインは全部同じ長さで切ってるんですけど、このバックポイントね、一番後頭部のこう出っ張った部分の髪の毛の長さが結構変わってくるんですね。はい、
わかります。これだとかなり短くなってるんで、これ見ていくと降りた時にどうなるかというと、アウトラインがあって、ここの髪が結構短く落ちてきますね。はい、でそこの上にこういうふうにこう重なってくるので、出来上がってくるシルエットはここにちょっとウェイトができて下がこう薄くなってきます。こういうふうにくびれができてくる感じですね。はい、でアウトラインが結構薄くなっちゃうのでこれやります。はい。はい、残念でした。一瞬で油断しません。じゃあそれを踏まえて。それを踏まえて、じゃあ次、これですね。はい、その2番目に軽かった、はい、このスタイル。じゃあこのスタイルが、はい、2番目に軽いスタイル。もうなんかはい、正解です。あ、よかった。はい、よかったです。はい、これは、だいたいこう見てもらうと、バックポイントの髪の長さが、はい、まあ、こっちと比較してもらうとより分かりやすいんですけど、こっちの方がこう結構こう長く残ってますね。この、はい、このアウトラインよりも結構大回りに出来上がっていると、はい、これアウトラインと、まあ、割と同じぐらいの長さで切られているので、はい、まあ、こっちよりは軽い、はい、こっちよりはくびれている、でこっちよりはくびれてない、そうですね、感じの形になります。はい、だからこうやってまあこれだけ見ると分からないんですけど、やっぱりこう3つを比較するとすごく分かりやすくなってくるんで、そういう見方をしてもらうといいと思います。やっぱりここもアウトラインが落ちて、こう中間の髪も落ちて、で上も落ちて、まあ、こういう風になってくると、まあ、若干のくびれはできてくると思うんですけど、はい、まあ、そうやって見てもらうといいですね。はい、そしたら最後、はい、このかなり大回りな重さのスタイルになります。はい、これが、まあ、今ちょうど止まった、ちょうどこの後ろに映ってるこれですね。こちらですね。この展開図の感じになります。でこれも同じように、とアウトラインがあって、まあ、ここにワンレングスにかなり近い重さが残ってきますね。はい、でその上が、まあ、少し丸くなってくるので、ここはちょっとこう丸いようなシルエットになってきます。これがまあ割とこう A ラインのロングスタイルと言われる、まあ、シルエットとしては、ちょっとこう水平広がりになっているようなロングスタイルになってきます。はい。はい、まあ、割とこう僕がこの20年間の中では、こういうふうに左からこう右にちょっとこう変換してきてるなっていう印象がすごくあって、まあ、真ん中のこのひし形のシルエットはまあ結構定番としてあるスタイル、まあ、今日言ってるのはまあコンサバなここ結構 OL さんのスタイルに近い、一番こう日本人の中でもこう多いロングスタイル のスタンダードなシルエットっていう部分で、はい、こういうことが言えると思います。はいはい、じゃあそれを踏まえた上で、今はどういうふうになっているかっていうところをちょっとこう一緒に考えていけたらなと思います。じゃあさっきのことを踏まえて、これからこう知っておいた方が今のこう変化してきた中でどういうシルエットをイメージしてカットしていけばいいかということをちょっと話していきたいと思います。はい、でさっき話したように、結構重たいスタイルがすごくこの20年の中で、こう増えてきて、で今だんだんそれがこう軽くなってきてるっていう印象が皆さんあると思います。はい、で僕の中ではすごくイメージとしては中村アンのちょっとこうラフなかき上げなロングスタイルっていうのが、まあ、すごく、はい、今だと多いのかなっていうイメージがあって、まあ、そういうシルエットがどういうふうにできているかっていうところですね。でさっきの、まあ、こういう重いスタイルだとかなりこう、はい、ウェイトも重くて、丸すぎちゃうんですけど、はい、今のスタイルはこれよりもうちょっとこうレイヤーが入って軽い印象になっているもんね。で表面にももう少し動きがあって、はい、ただ下はこう昔のウルフみたいに下がスカスカになってるレイヤースタイルではないっていうのはなんとなく分かるね。はい、今すごく重要なのは、やっぱりワンレングスの重さが少し残ってるようなシルエットがいいと思うので、まあ、先ほど書いてたのはこうアウトラインがあったらこうやって大回りですね。はい、大回りだったシルエットのこの重さは割とキープしつつ、こう上が少しこう軽くなってくるようなスタイルを作っていくっていうのがすごく大事だと思います。どういうことかというと、最終的に、まあ、このボトムのところに少し角を残していくっていうシルエットが、すごく増えてきているかなと思います。で僕がこうスタイリストデビューした時なんかはやっぱり薄く作るのが、その頃のスタンダードだったので、この角を残っているのをいかにきれいに切っていくかっていうのが、すごく重要だったので、すごい一生懸命角取りをしてたんですけど、それがだんだんスタイリストとしてやっていく中で、
こう角を取りすぎるとこうクレームになっちゃう、うん、こんな薄くしたくなかったのに、はい、もっとこう重たい感じにしたい、うん、みたいな感じでこうだんだんこういう丸いシルエットが出てきて、それまでずっと後ろに引いて軽いロングスタイルを着てたのが前に引いてこう丸く作っていくロングスタイルに変わってきたので、はい、あそこでちょっとそういう変化を自分が感じ取れてればそういうクレームはなくてちゃんとこうリピートにつなげてたかなと思うんですけど、まあ、それがやっぱり理解できてなかったので、まあ、こういう流れをこう踏むことがすごく重要かなと思います、はい、で後ろにシルエットに関してはこうなんですけど、まあ、逆に前で言うと、まあ、さっきのこうスタイルでもやっぱりこの重たいスタイルは割とこういうグラデーションの構成になっているのが多かったですね、はい、で逆に一番最初に説明したすごく軽いスタイルは、まあ、ここもハイレイヤーですね、顔周りのハイレイヤー、はい、で顔周りがハイレイヤーになっていると正面から見た時のシルエットもこう薄くなる、すごく薄くなる、はい、で今は表面を軽くしたいけどアウトラインは重たくしたいのでここもやっぱり角を残していくっていうのがすごく重要になってくるので、まあ、そういうテクニックをちょっと今日はあのお見せできたかなと思って、まあ、実際ここからウィッグを切りながら解説していきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。